この日、六本木ベルファーレにたくさんの報道陣が集まり、ある一つの発表を待ちわびていた。壇上に現れたのは映画界の巨匠深作欣二。仁義なき戦い、蒲田行進曲、そしてバトルロワイヤル、これまで60本以上の映画を監督し、日本映画の黄金期を築き上げたあの深作欣二が、この日ゲーム開発への新たな挑戦を宣言したのだ。そのゲームこそクロックタワー3。深作欣二が実写映像ではなくコンピューターグラフィックスによって全く新しい恐怖の世界を作り上げようというのだ。ゲームという世界が私まだ未経験でして、いくつになってもこの初体験というのは心躍るものでしてね、これはぜひやってみたいとお誘いを受けた時に思ったわけです。その深作欣二のもとにゲームを超えた新しい作品を生み出すべく、さまざまなジャンルよりスタッフが結集した。まずは杉村昇。数々のテレビシリーズで活躍後、最近ではバイオハザードや鬼武者などのゲーム作品でも知られている。そして雨宮啓太。特撮映画を中心に活躍する雨宮がキャラクターデザイナーとして参加。ビリス野口龍。石森章太郎に師事し特撮世界で知られるベテランデザイナー。音楽には久保浩二、作曲編曲も手掛けるトッププロデューサーがゲームミュージックに初挑戦する。さらに主人公アリッサのイメージキャラクターには南を起用。バトルロワイヤルにも出演した美少女をモデルにゲームの主人公アリッサが作られる。この深作欣二とカプコンのコラボレーションにフラグシップ、サンソフト、そしてロボットが参加。そうそうたるメンバーで開発はスタートした。その開発現場にカメラが入った。かつてない空前の規模で行われたその収録とは、そこにはゲーム業界の常識をことごとく覆した深作欣二の演出があった。よーいの、はい、よーいの、はい。監督と役者がせめぎ合うその現場で確かに何かが起こった。深作欣二がゲームをどう変えたのか、今ゲームに起こりつつある何か、これはその18ヶ月にも及ぶドキュメントである。よーいスタート。これまで深作欣二は60本以上の映画を監督。他にもテレビドラマ、舞台演出など常に演出の世界に身を置いてきた。だがゲームの世界に足を踏み入れるのは今回が初めて。自身ゲームをプレイしたこともほとんどないという。が監督本人は演出家の立場でゲームにどう挑むべきか既に深く考え始めていた。発表会当日、マスコミのインタビューに監督はこう答えている。ゲームの楽しみ方と、それからこの映画の楽しみ方と、やはり根本的に違う。ゲームってのはやっぱり自分で、それをいろんなこのドラマも人物も動かしながら楽しんでいくと。つまり今までの監督の領域を大幅にこの動かしていくのはゲームの楽しみ方だよね。だからそういう意味では、この、なんていうのかな、油断大敵というのかな、うっかりこの油断してられないなという感じは。だからやっぱりこの初めての仕事、初体験だから面白いとだけこのそう言いますけれども、こういう集まりの場ではね。ただやっぱりそれほどこのいいからかんで済む仕事だとは思ってません。やっぱり油断してたらそれはもう舐められますよね。その映画界の巨匠とコラボレーションするカプコンの狙いとは。
よく最近その映像も良くなった、ハードの性能も上がったというところでですね、役者さんを使ったり、その顔デザインを使ったりっていうのをどんどんやっていってるわけですね。でその中で今までまあ基本的にやったことないっていうのは、映画監督にどっぷり入ってもらって、映画監督にそのゲーム自体の構成とか演技指導であったり演出であったりシナリオであったりっていうのをがっちり組んでやりましょうっていうのがなかったので、今回これは面白いんじゃないのと、やってみようっていうのがもともと狙いです。そんな中、深作監督の起用を提案したのが今回のシナリオ作家杉村昇。彼自身もともとテレビドラマなど実写映像の世界からゲームシナリオの制作会社フラグシップ創設に参加した人物である。ゲーム業界がまだまだこの映画に比べるとね、非常にこう、まあ、市民権を得てない。で特にその映画業界の人から見ると、まあ、かなり低く見られてた。でやっぱりバイオハザードとかそういうのができてきて、かなり映画的要素が入ってきて、本当はね、映画業界の人たちもゲームをおろそかにしてるとやばいと僕は思ってたわけね。それでなんとかしてその映画界の人たちにもね、ゲームの方に目を向かせたいと。そのためには、まあ、実力のある世間的評価の高い監督を連れてきて、でその撮ってもらって、それを話題性ということでね、注目させようっていうのはまずあったんですね。そして2001年4月の発表会を、カプコンの開発部を統括する岡本芳樹はこう締めくくった。ゲーム業界に、新しいですね、相当厳しい風が吹いたと思っていますし、完成されて発売されればですね、もっと吹き荒れると思ってます。監督のモーションキャプチャーを覗かせてもらって、プロというものはこんなに違うんだとなと、俺たち素人が、努力してたものとは全く違うと、積み上げたものが違うんだなってことを実感させていただきました。ありがとうございました。この厳しい風は吹き荒れ、そして嵐へと変わっていく。2001年3月、まず深作監督にゲーム開発を体験してもらうため、スタッフは都内のスタジオに集まった。この日監督に体験してもらうのはモーションキャプチャー収録。コンピューターグラフィックスに人間の体の動きを取り込むための作業であり、最近のリアルなゲームはほとんどこのモーションキャプチャー技術を用いて作られている。ピタッとした服を着たアクターの関節など主要な部分にピンポン玉のようなマーカーを取り付け、その反射を周囲360度に設置した赤外線センサーが捉え、そのデータをコンピューターが解析し、人間の動きを 3D の CG キャラクターに組み込むのがモーションキャプチャーである。今回のゲーム作りにおいて、このキャプチャー収録での演出が深作監督の重要な仕事の一つとなる。もちろん監督には初めてのこと。映画の撮影には欠かせないカメラもなければ照明もない収録に、この時深作欣二は一体何を思ったのか。南さんです、よろしくお願いします。この日はイメージキャラクターの南がモーションアクターを務め、もちろん彼女にとっても初めての体験だ。はい、よーい、はい。数回のテストを繰り返すうちに、深作監督はいくつかの問題に突き当たる。あのね、表情が映ってないから、表情はないからだな。その分だけいろんなアクションで表情を出さなきゃいけないという。そう、モーションキャプチャーは体の動きを取り込むためのもので、表情など微妙な感情表現を収録することはできない。またキャプチャー収録できる範囲が狭く、芝居が制限されることもかなり気になる様子。はい、ではこのモーションキャプチャーデータがどのようなコンピューターグラフィックスに仕上がるのか、深作監督自らが演出し収録したデータをもとに
CG 制作テストが行われた。この間はですね、撮影に近い作業なんですけど、うん、実際 の, そのカメラをつけたりライトをつけたり、うん、あと色をつけたりする作業は全てこちらの作業になるんですね、うん、でこちらの方の、まあ、CG 制作の作業になるので、うん、ただ通常の、まあ、撮影とはちょっと勝手が違うというのを、うん、しかしこの場で監督より次々と疑問そして課題がスタッフに投げかけられる。まずは衣装。衣装をつけてないと動きが違ってくるんじゃないかというようなことが具体的にこういう形として現れてるということかな。次にキャプチャーできる範囲の問題。それにしても5メートル高さもさることながらこれ何メートルだよ。小さいねちょっと思ったら持っていっちゃう。主役に要求したらこれどうにもならん。さらに英語のアフレコだけでアクションの臨場感が表現できるのかという疑問も提示された。これはねアクションとセリフを一致させるということはアクション映画の鉄則だからな。前途多難。果たして本当に深作監督はゲーム開発に挑めるのか。一方東映東京撮影所の一角ではクロックタワー3のため連日のオーディションが行われていた。5月から始まるモーションキャプチャー収録を控えてそのアクターを決めるためだ。ずらりと並んだ女の子は皆主演のアリスタ役候補である。しかしこのオーディションいきなり縄跳び。そしてマット運動、まるで体育の授業。もちろん深作監督ならではのアクションシーンが演じられるかどうか見極めるため、そして体の動きで表現せねばならないモーションキャプチャーの特性を重視したオーディションである。はい、よーい、はい、テニス。さらに深作監督の意見を取り入れセリフは英語のアフレコから日本語での同時収録に変更され演技力は重要度がさらに増した。ママ私分かったわ、私もやる。もうちょい軽く持っていくの一番最後の時バーン、はい、過酷なオーディションが連日朝から夜まで続くが深作監督決して妥協は許さない。この時点でオーディション参加者は主人公アリスタ役だけで100名を超えた。しかしアリスタはまだ決まらない。一方同じ撮影所にある第二スタジオではお祓いが行われていた。そう今回のモーションキャプチャー収録、既存の専用スタジオではなく映画やテレビ番組の撮影が行われているこのスタジオで行おうというのだ。かくして第2スタジオでは建て込み作業が始まった。この場所に巨大なキャプチャーシステムを建設してしまおうというのだ。収録できる範囲が限られるのは困るという深作監督のリクエストに応え日本でも最大規模の収録エリアを持つモーションキャプチャースタジオをこの作品のためだけに設営、できるだけ自由に演出してもらおうというのである。さらに今回深作演出をゲームに取り込むためモーションキャプチャーとビデオコンテの同時収録という全く新しい手法を取り入れることも決められた。通常のモーションキャプチャーはアクターの演じる一連の動きを 3D のモーションデータとして収録、カメラアングルやカット割りは後にコンピューター上での作業となる。しかし今回の手法は実際の映画撮影と同様にワンカットずつカット割りを決めてモーションキャプチャー収録と同時に
ビデオカメラでも撮影を行うというもの。これによりアクターの表情がビデオに収録され CG 制作時のガイドとなるとともに、監督は実写撮影に近い感覚で演出することができるのである。この作品での最大の問題点は、深作監督の映画演出をいかにゲームや CG に取り込んで反映させるかということだったんですね。映画監督というのはカメラの中で演技を詰めていくわけですから、当然今回の中でお芝居を詰めていく際にもカメラが実は不可欠な存在だったと言うなれば、深作監督の映画制作の状況そのまんまをデジタルデータに置き換えるというふうに言えるかもしれません。そしてモーションキャプチャー収録本番を直前に控え、ようやく主人公アリスタ役が決定する。藤村知佳、13歳でデビュー後映画やドラマを中心に活躍。2000年には映画ラブジュースで主演を務めた若手女優である。時間っていうか12時から10時までやるオーディションというものをやったことがなかったので、まずそれにびっくりしてしまって、オーディションという名のリハーサルと助監の方に言われて、でもまだ決まってないのになってドタドタ走るなとか、オーディションの段階でそこまで言わなくてもってこう内心すごい思ったりとかしてて結構びっくりさせられることの連続です。見回しながらそううーダメだ、手をずらしながらこう見回せるだろ、猫手にならないよ兄さんの時、はい、無理やり手をつけて言ってるわけじゃないんだ、はい、お前さんの動きがちょっとこの膝立ちだと汚いから言ってるんだよ、はい、もっとそれがスムーズに自然になるように、はい、分かりました。今までの監督さんだと、よりナチュラルなというか、自然にやってみたいな部分が多かったりとか、深作さんはこう そこまでもこう深作ワールドというか、彼の目線でこう見た動きみたいなものをそこにつけてくださったので、あ、こういう動きが人から見て綺麗に見えるんだなっていうのが勉強にもなりました。そういうところをまず4月の時点で感じました。いくつもの問題を乗り越え舞台は整った。この場所で深作監督のモーションキャプチャー収録が始まる。ゲーム開発者の想像を絶するその演出とは。モーションキャプチャー収録本番を目前に控えたこの日、スタジオに全てのキャストが集まった。作品冒頭からエンディングまで全てを通しての台本の読み合わせが行われるのである。のびのびやることを心がけてやってください。いいかな、はい、よーい、はい、ただいまママ、ママ、ママただいま俺がメイを殺した。じゃあ出口は2回、私は1回、分かれて探すのよ。 OK。 あそういえばアリサ、ちくしょう、助監督が効果を担当し雰囲気を作り上げる中、作品全体の流れを役者それぞれが理解し、また監督はイメージを固めていくのである。そして2001年5月、ついにモーションキャプチャー収録がクランクインした。モーションキャプチャー用の格好をするのも皆初めて。どうやって撮るのかは全然予想つかないので、これで深刻なセリフ吐くと恥ずかしい ね。そのアリスタ役藤村が身につけるのはシースルー状のスカート。衣装によってアクターの動きが変わるはずだという監督の指摘を受けて、
センサーを邪魔しない網素材のミニスカートが用意されたのだ。さらにゲームキャラクターの衣装に近い服や小道具も揃えられた。モーションキャプチャー本番時は使えないが、アクターの演じるキャラクターがどんな格好をしているのか意識してもらうためのものである。またビデオコンテ同時収録のため本格的な機材を持ち込んだ撮影部、録音部などスタッフも通常のモーションキャプチャー収録とは全く異なった大規模編成となった。じゃーん、はい、次はですか。いいな、はい、OK です。 OK、 はい、結構 OK です。テスト、テスト、今言ってると気持ちいいね。はい、よーい、はい。2日目、前日の収録が予定通り進まなかったため、主役の藤村にとっては今日からが本当の本番。撮影シーンはオープニングのアリッサがお母さんからの手紙を読むシーン。もちろん引き込まれてるわけだから、慌ただしいというかそういう気持ちの動きでいいんだけれども、むしろそれに引き込まれる感じのアクションの方、そうそうそう。それに今日そっちを強調する。ちょっとやってみて。よーい、どうぞ。スタート。歩いてきてベンチに座り手紙を読む。ただそれだけの一見ごく簡単そうなシーンなのだが。ちょっと待って、もう一回行こう。はい、5年前あなたの大好きなおじいちゃんが旅行に出たまま。もう一遍、ありがとう。今座るとこはまくいかなった。そのぐらいで決まると足の方の足を揃えるのも楽になるはずや。ええな、あんまり前かがみになんなよ。そう、あなたまで危ない目に遭ってしまうかもしれない。座り方、目の動き、表情、お願い。細部に至るまでこだわった演出が監督よりなされる。繰り返し繰り返しリハーサルが行われる。なかなか行くじゃないか。もう一遍、せーの、はい、よし、行くじゃないか。せーの、ほれ、よし、素晴らしい、素晴らしい。芝居よりよっぽどいい。気分転換に竹刀を振らせてリハーサルが続く。よいな、あ、いいきっかけ。ママ心配して私の様子を見に行ったんだわ。それで行き違って。今は何も聞かずママの言う通りにして。ママ、はい、ありがとう。ママもうちょい強く、はい、行こう。本番、はい、次はお待ち、はい、行こう。はい、かなり見えてきました。はい、どうも、です。本番、ボン、はい、行こう。ママ、おいおいおい、ママの間で本も取りに行っちゃいけないって言ったろ。もう一回行きますよ。行きます。するママより、ほら、遅れたろ、ママが。愛するママより、ママ遅れるな。もう一回頑張れ、はい、ママ、もう一回強く。もう一回行きます。ええか、はい、本番です。本番。よーい。ママ心配して私の様子を見に行ったんだわ。それで行き違って。今は何も聞かずママの言う通りにして。いいわね、急いで隠れるの。愛するママより、ママ、はい、こんなとこか。はい、じゃあチェックお願いします。リハーサルおよそ4時間、撮影7時間、テイク数20以上。
朝から続いたワンシーンの収録がようやく終わる。自分がいくら思ってても伝わらないっていうのはよく分かってるんですけど、言われれば言われるほどああもうっていういっぱいいっぱいになってしまうんで、それでこううまくコントロールがまだできないのが未熟だなと反省しつつ、今度やろうとも思いつつやってます。その後もモーションキャプチャーは連日連夜続くが、その収録は困難を極めた。決して妥協を許さない監督は常にギリギリまでよりレベルの高い芝居を探し求め続ける。一日にほんの数カットしか収録できないことも少なくない。逃げ出したのに対するリアクションがないと、はい、行こう、よーい、スタート。またまた二人の元手がバラバラだ。連日撮影が深夜に及ぶところから、映画業界では深作組ならぬ人呼んで深夜作業組、そして時には深夜どころか、はい、どうもお疲れ様です。朝早くまでご苦労様です。ブース明日は13時開始でリハーサルになります。同じスタジオです、はい、よろしくお願いします。ちなみにこの日の終了時間は朝6時、深作組ではごく当たり前。この収録現場で監督と共にアクションの演出を務めたのが諸梶裕太。バトルロワイヤルでも深作監督と組みアクションコーディネーターを務めた。そうそう、でこのまま2人を目標にして、これで3人入ってます。映画の現場での深作監督と、こういうゲームのモーションキャプチャーっていう現場での監督っていうのはやっぱり差があります？いや、基本ベースは一緒ですよね。あ、そうですか。だから逆に今までのゲーム会社の人たちが思ってたモーションキャプチャーとはえらいかけ離れたっていうのは、監督が自分の方に引っ張ってきたな。正直その深作監督でモーションキャプチャーでゲームって言った時、最初どう思われました？無謀ですよね。はっきり言って。映画の現場でもやっぱり監督ってのは伸びるんですか？こういうこと言っていいのかな。今後のためにどうかなと思うんですけど、伸びますね。伸びるっていうじゃなくて、やっぱり監督の欲が操作してるだけなんで、もうリハーサルから始まって、そういった意味では今日本でそういうスタイルを取って映画撮る人って少ないですからね。そしてこの日も収録は続く。あっという間に外は深夜になっていた。早めに監督の71回目の誕生日がスタジオで祝われた。これからもいっぱい映画撮ってください。そんなに撮れないよ。撮ってください。厳しい収録がどんなに続いても笑いが絶えないのが深作組の特徴。より結束を固めて収録はまだまだ続く。季節はすっかり夏。この頃になるとスタジオに目立ち出したのが謎の木材や金網などなど、一見ガラクタのようにも見えるこれらのもの、スタジオ内に収まりきらず、その外にもおびただしく積み上げられている。実はこれセット。しかしセットといっても骨組みだけであったり網でできていたりする。これはモーションキャプチャー収録のため赤外線センサーを遮らないための工夫。もちろんこのセット、ゲーム上では CG で作られるものであり、あくまで仮のもの。アクターが芝居をやりやすいようにと用意された。物がないと、よりどころがないというのは
ぱ監督のその演出のスタンスだなと。そうですね、映画でもやっぱり結局ないものはないにしかなんないので、うん、持ってくる、飾る、数はむちゃくちゃありますよね。でもそれによって役者さんたちがやりやすくなった部分は、いろんな方面への都合はいろいろあったんでしょうけども、役者さんにはあった方が。例えばこのシーン、アリッサの幼なじみデニスが窓から入ってくるというところ。実際のゲームでは CG で部屋や建物全体が作られるが、収録の時は実物がない状態でアクターは演技しなくてはならない。たとえ骨組みだけでも同じサイズのセットを作ることにより、演じる側は状況をイメージすることができる。このセットがあるとないとではアクターにとって演技のしやすさが格段に変わり、表現の幅がはるかに広がるというのだ。しかしさすがにこのシーンではあまりにも物が多すぎ、モーションキャプチャーの技術担当者が悲鳴を上げる。もうこれあったら、あったらこの今のこのカットのキャプチャー撮れないってこと。これ上にこれもダメ。キャプチャー撮りが不可能だと、今のままでは不可能なわけね。遮っちゃうね、このものをこのまま置いたままでは取れないですね。そういう風に今までどうしてたの？いや、今まではこんなに物がなかったですからこんなに数を置くから初めてなんですよこれ払ってください、はいはい、払い。結局このシーン、キャプチャーとの兼ね合いでセットや小道具を増減させながら収録することに。普通モーションキャプチャーではこういったセットを必要最小限にするのが当たり前。映画とゲームの常識の差が如実に現れた瞬間であった。もうあるわ。いやいや、待て、この柵は何だい、ここは何だい、板壁か。これ物語冒頭から登場する闇の紳士。ストーリー後半、大きな謎に変わっていくこのキャラクターを演じるのはベテラン俳優谷口隆。よーいの、はい、ギラ正面見つけた。バトルロワイヤル、花の乱など深作監督作品の常連でもある彼は、今回クロックタワー3の役者の要として監督自らが招聘。要請に応えてヒゲを伸ばし、体重を増やして上京をしてきた。その谷口、実は京都を拠点に活動する俳優であり、もちろんモーションキャプチャー収録は初めて。監督自らうちに電話いただいて、やってくれるかって言われたら、内容聞くより何よりやらせてもらいますという、もうその時に顔も声も出ないんだけどみたいな感じで、でもきっと監督の現場なら何か得られるものがあるんじゃないかと。最初ね、正直な話、ゲームの監督やられるっていう監修程度で、さしてそんなに力入れてされないんじゃないかなって正直思ってたんです。でも、初日に行って、その現場の雰囲気見て、本読みやらされて、あ、全く本編と同じ力の入れ具合、やっぱりね、思うんですけど、すごい、なんて言うんです、あのお年になられても子供がなんか なんて言うんですか、好きなことやってる時って時間忘れるでしょ。あ、すごい、そんな感じがするんですよね。撮影はクランクアップ目前。あ、違う、全然。あ、そうです。さっき。OK。俳優谷口隆の顔に笑みがこぼれる。この瞬間、彼の出番は全て終わったのだ。終わった後はね、一月間ぐらいはもうやりたくないと思うんですけど、一月後にはね、次ないのかなっていうね、次いつやろうっていうふうに思ってしまうっていうのが、これね、悲しい、なんていうか、差がというかね、そういうところありますね。やっぱり自分もあのゲームしたりするんで、あ、こんな感じに仕上がるのかなっていうのは大体はあるんですけど、
でも思ってるのはそのわざわざあんだけの役者呼んでスタッフ大勢の方で時間をかけて作ったものは絶対やっぱり他とは違う何かが、うん、できるんじゃないかなっていうのだけはね信じてるんですけどね、うん、よーいスタート。そして撮影はいよいよクランクアップを迎えようとしていた。これが果たして何回目の深夜食か。セットを組み直すのも果たして何回目になるのか。監督もスタッフもさすがに疲労の色は隠せない。よーいスタート。おい、写真の置き方が違う。おいおい。だが深作欣二の演出は最後まで全く変わることがない。納得できる最高の芝居を求めてリハーサルを繰り返し、アクターの動き一つ一つに注文をつけ続ける。よーい、はい、ちょっと待った、はい、あの本置いてみて。はい、行こう。よーい、スタート。どこにいるの、ママ。はい、はい、立ってる方は一曲です。いいようですね、チェック。はい、チェックお願いします。OK、 今のところで切り替えてもらえば表情も出てる。OK、 いいですね。はい、OK、 はい、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 じゃあチェックお願いします。はい、はい、チェック OK、 OK です。 OK です。これまででよろしいですか。はい、結構。はい、はい、はい、どうもお疲れ様でした。最後の審判、監督はちょっと寂しそうに OK を出した。最後に泣いたな。もう、あ、悔しい。ありがとう。監督に会って役者であるっていうことを一度剥がされたというか、まあ、私も大した女優じゃないのでそんなこと言ってられないんですけど、やっぱり今まで自分が7年なり8年なりいろんな仕事をやってきた中で勝手な自信として持っていた自分の女優像みたいなそういうものを全部なんかこう剥ぎ落とされたというか、もう崩されていたというか、かなり大きななんか転機というか、演じていることの楽しいとまた新しく思い直せたというか、それが深作さんが教えてくれた一番大きいことだと思うので、演じてることの面白さとか芝居みんなで作るものっていう感覚とかを改めて感じました。延べ3ヶ月に及ぶモーションキャプチャー収録はこの日幕を閉じた。しかしゲーム開発はこれで終わったわけではない。クロックタワー3は深作欣二監督とカプコンのコラボレーションを軸に、さまざまなクリエイターの参加により構築されている。その一人一人のパワーが結集、深作監督とぶつかり合うことでゲーム世界はさらに奥深く魅力あふれるものになったのだ。
深作監督のその求めるクロックターの世界というのが、非常に写実的リアルなものを求めていたと。一番面白かった部分っていうのは純粋なデザイン作業ができたっていうところですね。だから没デザインが、まあ、結果的には無駄なものなんですけども、深作監督と僕とでクロックのキャラクターを決めるまでのその過程っていうか、あのキャッチボールがあったっていう印なんですよ。だから本当にあの全部描いたものがすぐ決定デザインになるっていう仕事もあるんですけども、それに比べて膨大な量のスケッチがあるということは、演出家がちゃんとデザイナーにと向き合って、デザイナーも演出家に向き合ってそのキャッチボールをしたっていう結果の証だと思うんで、そういったところではすごく面白かった仕事ですね。本当にメモ書きみたいなものとかも入れると500点ぐらい多分書いてると思いますね。そうですか、ええ、監督がそこまで細かくやられたお芝居っていうのがね、正直ゲームの中で再現されるのかなっていうのがちょっと正直あったんだけど、これがまた見事にですね再現されてるっていう。そうなってくるとこう音楽もですね、なんて言うんだろう、手軽に電子音を使ったりというような、なんか手抜きができないんですよね。ここはピヨピヨンとか言わしとけばなんとかなんだろうとか、そういうことができなくて、実際にこうもう全てに音に関わることを今回ゲームの中でやらさせていただいてるんですけど、怖さをですね音楽の中でこう表現するっていうのが非常に難しくて、どうやったら怖くなるんだろうっていうのを毎日毎日試行錯誤したんですけど、ハンマー男とかだといろいろ叩いてみたんですけどね、ハンマーがこう物を叩く、破壊する音っていうことでしょう。それってなんかシンセサイザーだとこう破壊しきれないんですよね、やっぱりこう。でそれをどうやって作ろうなんて結構一日がかりでみんな悩んで、で結局これなんか叩こうですね、スタジオの端っこにあったこんなハンマー持ってきてですね、テーブルとか叩きまくってですね、でいろいろこう前立てたりとかして、意外とそういう方が芯に迫るっていうか、でなるべくその芯に迫った生の音を今度はあの技術の力でゲームの中できちんと再現させようっていう、そういう日々実験のような音楽作りをやってます。深作監督だからって別にあの態度変えたところはなかったんですけどね、先行してやってましたから、ずっといつもと同じように、いつもっていうかこれまでのゲームの仕事と同じようにやってたんですけども、監督が参加してから意識せざるを得なくなりましたね。これは部屋のデザインというものが気に入らないというか、狭いというか、いろんなあの演出上の不具合が出てきて、そういうのはもうマップなんかは関係なくどん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 広がっていっちゃうわけですよそのために部屋デザインなんていうのも全部ひっくり返って一からやり直しっていうか、まるで雰囲気が変わっちゃうっていうこともたくさんありましたね。物語を象徴する時計塔クロックタワー、このデザインも野口氏によるものである。何度もスタッフ同士の話し合いをこう重ねていくうちに、監督も非常にこうあれがいいのかこれがいいのかみたいなのが出てきますよね。それを一つ一つあのしらみつぶしに絵にして、絵に起こしていって、最終的に決まった形ですから、監督のそのイメージっていうのも随分大きく入ってますよ、あれは。本をね直すっていうのはもう昔からそれはあの仕事のうちだから、まあ慣れているとはいえ、まあ相当初めてこんなひどい直しというか、ひどいって言い方おかしいけど、しつこい直しっていうのは初めてですけど、最初書いたシナリオはやっぱりねゲーム寄りなシナリオだったのね。まあゲームって基本的に敵が出てきて主人公は倒す、で主人公はそれで少しレベルアップする、それのレベルに合わせたちょっとそれより高い敵が出てきてまた倒すって、またレベルあって、この繰り返しなんでね。このゲームでも最初そうだったんですけど、そのパターンの繰り返しがねやっぱ監督は納得いかないということで、結果的にはゲームとしてはパターンの繰り返しです、お話の方は絶対パターンの繰り返しをしたくない、だからどん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 広がって展開していく方向に
持ってってしまったと。それは正しい道だと思いましたけどね。深作監督が演出したモーションキャプチャーがどうゲーム内に生かされていくのか。例えばメイがハンマー男に襲われるこのシーン、監督はハンディカメラを駆使して襲撃される恐怖を強調した。いいな、はい、OK、はい、ありがとうございます。 OK。 そのキャプチャーデータとビデオコンテはゲーム開発現場へと持ち込まれる。ここで今回のゲームパートとイベントムービーの開発が行われているのだ。その開発現場を指揮するのはカプコンの貞本智司ディレクター。ストリートファイター3などの開発にこれまで関わってきた。ちょっとここまでやると、あ、なんですかね、これから作るゲームが迷惑するかもしれないなみたいな、ここまでやっちゃっていいのかなみたいな。その映像の出来栄えを覗いてみると、あのハンマー男のシーン、深作監督の演出そのままのカメラワークで迫力あふれる映像が出来上がっていた。人間が、登場人物がかなり濃く、描かれてるんで、その辺の感情移入の形がまだちょっと変わってくるかなという感じで、今までのゲームとはちょっと違う、どちらかというと映画に近いものになるとは思うんですけど、深作監督自身が言ったらあれですけど、ゲームなんかには負けないみたいな感じでやっぱり作られてますんで、僕らとしてもやっぱりそれにこう、うん、挑戦に応えるみたいな、変ですけど、映像を見た後の感動をそのまま、そこはならないようにゲームつなげていかないといけないと気を使ってます。そして貞本ディレクターのもとゲーム開発に参加しているサンソフトの清水茂樹は、今までのゲームとクロックタワー3はまるで違うという。もう大変な作業とですね、大変な時間と、まあ、手間がすごくかかりました。まあ、まずはこの動いているっていうことですね。今までの他の、いろんなムービーに比べると、本当にカットカットの絵作りをして、お芝居としてですね、しっかり動いて、しっかりそのお話を見せてるっていうところだと思います。一つ一つのシーンであり、お芝居であり、キャラクターでありをですね、監督の意図通り全部個別にしっかりと作って、一つ一つ作らないといけないですから、全くどのカットも手抜きができないです。深作欣二監督の演出による新しいゲームを作る。この日も開発は急ピッチで進んでいた。一方、オープニングなどでゲームを盛り上げるのが高画質大迫力の CG ムービー。その開発も急ぎ進められていた。これまで鬼武者シリーズをはじめ数々の CG ムービーを手掛けてきた倉沢幹隆は、深作監督の世界をコンピューターグラフィックスとして表現するため、2人のクリエイターをスタッフィングした。1人目は八木隆一、フェイシャルアニメーション、つまりキャラクターの表情をつける作業を主に担当する。南をモデルに作られた CG キャラクターに表情をつける。眉、口、頬など30以上のポイントを絶妙に調整しなくてはならない。あいうえおって、まあ単純にあいうえおって言えるようにできてるんですけども、そういうのも あっていうのにもすごく大きくあっていう場合もあれば、小さな口であっていう場合もあるし、組み合わせはたくさんできちゃうんで、その中で一番いい組み合わせっていうか、その表情に合った組み合わせを、見つけていくっていうところが難しいところですかね。目が結構命が吹き込まれるっていうか、いいアニメーションがつくとかなり人間らしいっていうか、感情移入しやすい CG キャラになってくるんじゃないかなっていう。例えばこのカット、アリッサがお母さんの手紙を読む微妙な表情がポイント。これをヤギはまずキャラクターに目線をつける。次に口やその他の部分を動かす。最後に全体を調整して仕上げていく。根気と時間がかかる作業である。
完成した表情のアニメーションデータは八木からもう一人のクリエイター早野海平へと渡される。フォトリアルな独特の作風に定評のある早野はあらかじめ制作してあるアリッサのモデルデータに八木の制作したデータを組み込み、さらに背景や全体の動きを加える。でこちらにそのデータをいただいてから体の動きであるとか服の質感、背景、それから髪の毛の動きとかライティングとかはこちらで設定してます。ちなみにこちらがそれらの CG データを組み上げた画像。しかしこの段階ではまだまだ完成ではない。ここからさまざまなエフェクトを加えハイクオリティな CG に仕上げる。結局どうしても作り物っぽさが残ってしまうんですよね。 CG で作るとあ人形だとかあちょっとミニチュアっぽいとか、もともと実写とかだと目に見えないものとかもカメラに入ってきたりするじゃないですか。それホコリだったりとか、そうですね、汚れだったりとか、そういう見えないものも入ってくるんですけど、 CG の場合は作ったものしか入ってこないんで、もう家作ると家しかないわけじゃないですか。それの情報量をやっぱり高めるために、わざと余計なものを作ってあげたりとか、空気中の汚れとかそういうものまで気を使って作ってあげたりすることで、怖さを増すというかリアル感を増してますね。オープニング冒頭のワンカットもご覧いただきたい。ライティング、背景のボケ、空気感などなど丁寧にさまざまなエフェクトを加えることにより CG ムービーはそのリアルさを格段に増すのである。深作監督の世界を、高画質な CG で表現するときに、2つ考えまして、で1つは役者さんの非常に細かい芝居、これをいかに再現するか、もう1つは、実写のようなリアリティを持たせたかったと。今回はそのアニメーションと実写のようなリアリティ、これフォトリアリティと呼んでますけど、そういう絵作りの得意なアーティスト2人のコラボレーションによって非常にクオリティの高い CG が制作できたというふうに考えています。東京ゲームショー2002、アジア最大のゲームコンベンション、10万人以上のファンが集まるこのイベントで、あまたの有力ゲームメーカーがその自信作を公開する。この場所でクロックタワー3もついにそのベールを脱ぎ捨てたのだ。その会場にプロデューサー南達也とともに監督深作欣二の姿があった。あのモーションキャプチャー収録からすでに1年以上が経過。ゲームはどう出来上がり、どう評価されるのか。総制作期間2年以上、スタッフおよそ300名、深作欣二監督とカプコンのコラボレーションの結晶がついに世に放たれる。日本映画界の巨匠はこの新しいエンターテイメントにどんな可能性を見出したのか、そしてゲームをどう変えたのか。今映画とゲームは新しい時代へと突入しようとしている。それをあなた自身が確かめてほしい。